そのお膝元である香取の地で行われる演舞大会は大変に意義深い。天真正伝香取神道流の居合から演舞大会の幕が切って落とされた。初めの参加料は魔王払い八王払い、この場を清めるための極意の依頼でございます。刀はちょうど競技体制制が生まれた頃の600年前の備前五作での名刀でございます。抜きつけの剣、雲切りの剣、半月の剣、そして八方剣と次々に披露される鮮やかなさばき、鋭い気合に広い場内も思わず息を呑む。日頃の厳しい修練があればこそ見る人の感動を呼ぶのであろう。表の立つですね、これは入門して初めて稽古する立つなんです。一本目ずっとの立つと申します。二本目七つの立つ、刀がバチバチという音を立てております。実際にはあのように刀を合わせて初心者の方々にご案内いたしますが、実はこれはもうできているという証拠なんです。日本の武道の流派はそのほとんどが神道流の流れを組んでおります。それが三本目かすねの立つと申します。受けておりますけれども、本当は打っていないで切っている型になってます。盗まれないように木剣と木剣は合わせてますけども、最後の
残寸といいますね、心を残す、少し時間を置いて、4本目、八花の旅。香取神道流の居合術を幕開けに、各地流派の演武者たちが繰り広げる家直公生誕600年を記念した大会も、家直公を流祖とする天真正伝香取神道流の演武へと進んだ。表の立つですね、甲冑をつけて戦う場合です。ガツンガツン受けてますけども、そのまま受けないで体をかわして受けてますから、本当は一立つ一立つの相手を切っている方になっております。盗まれないようになってますね。これは五行の立つです。前の表の立つと比べて裏の立つとも申しまして、これは甲冑をつけていないんですね。一寸戦の時ですね。だから構えも長く腕を伸ばしておりません。同じ西岸でもぐっと短く構えています。笹隠れ体験の構え、ちょっと変わった構えです。すり込んで散る立つが多いです。かがすらで当て目に入ってますね。ですね、これは大なぎなたですから、先ほどの天道流や武功流のなぎなたと違って、大の男が使う大きなものですので、真ん中辺を持たないと使い切れないんですね。全長8尺3分ある。首をすり込んで、それをよけられると歯を返して胴を払って逃げるんですね。
れはもう当てめられてるんですね。これが両刀ですね。武蔵が編み出したと言われていますけれども、もうその150年も前の後には両刀が残されております。奥の方に行くと表の立つほど長くはなくて一本一本が短いですね。もっと短くなります。こたつ七条っていう方がありますけど、だんだん奥に行くにつれて短く、棒術です。正面6尺ございます。今飛び上がって下から払い上げましたけども、あれは男の急所を打っておるんです。
タツですね。タツの方は全長三尺ヌスン、コタツの方は一尺八寸の短くなってますけども、短いと思ってかかったら大変なことになります。まず相手の腕が伸びてきた、かかってきたところを最初に小手に飛び込んで、すかさず近寄ってとどめます。ヘザル手は腰につけております。あれは接近した時に相手をつかむ、ハイウィーがスペアになっています。抱きかかえるんです。これは出場の手といいまして、もう極意の大極意になってますけども、2本目は破水って言って、葉っぱの上に梅雨がコロコロ風で動いているような構えになります。最後は全部コテを取っております。神道流の槍の長さは905寸あります。槍はまっすぐじゃなくひねりながら、ひねり付きになっているんですね。鎧でもどこでももう入っている。振り回されないように右脇で槍の家の元の方、椅子吹きの方を抱え込んでます。棒、薙刀、槍と何でもある流派がやはり戦国に生まれた流派と見ても間違いないと思います。江戸時代に派生された流派は、剣なら剣、居合なら居合、一つ一つもう分かれてしまいましたね。新少伝香取神道流始祖である家直公奉納演舞大会。演舞する者、また見る者が一体となったこの奉納演舞大会。このあと700年祭、800年祭と受け継がれていくことであろう。兵法である。張威斎は102歳の高齢でその生を全うした。人間は人間として穏やかな一生を送るべきであるという自らの兵法を貫いた生涯である。張威斎の墓は
香取神道流を開いたゆかりの地梅木山にひっそりと残っている。そして600年の時を超えて香取神道流を今に伝える大竹師範の神武館道場。奥義を極めん門人たちが修行に励む。ただの打ち合いに見える型の修練、しかしそこには一撃で相手を倒す技が連続して組み立てられている。香取神道流の型の特徴は一本一本が長く組み立てられているところにある。それは戦場での激しい戦いの中で体力の消耗による息切れを防ぐため、普段の修行の場においても一本の型の組み立てを長くしている。それだけ日頃の修練が厳しいのである。こうした修練を積み重ねて始祖京異祭の開いた極意が少しずつ見えてくるという。時代に起こり日本の武家社会を根底で支えてきた天真正伝香取神道流、その兵法の教えは20代にわたる宗家師範たちに正しく継承されてきた。600年の時を超えて現代に生き続ける、伝統ある香取神道流の兵法とその教えは時代の若い世代によって永遠と受け継がれていくことであろう。